年末に行われる大会で日本一を目指す地元のアスリートが登場。はじめまして。はじめまして。中井理香です。清水と申します。はい。足がヘチマみたいですね。ヘチマ。すごい筋肉が。フグみたいなふくらはぎ。並外れた筋肉を持つこの男性の職業は。清水博人選手は地元防府市出身。今年11月に行われた防府記念で優勝。同一大会を6連覇という史上初の快挙を成し遂げました。およそ2200人いる競輪選手の中から今年は9000万円以上を獲得し、賞金ランキング7位。上位9人のみが出場できる真の王者決定戦、競輪グランプリ制覇にも期待がかかっています。それでは本日の主役、清水博人選手にご登場いただきましょう。今月30日に行われる競輪グランプリに向け、この日清水選手の壮行会が行われ、多くのファン、そして防府市長の激励に駆けつけました。今清水選手に花束手渡されました。グランプリに向けての意気込み、今日多くのファンの方いらっしゃってますので、一言お願いできますか。はい、あの寒い中お集まりいただきありがとうございます。まあ、あのグランプリスイッパーのちょっと並びとか全然わかんないんですけど、まあ、しっかり優勝できるように頑張ります。また応援お願いします。はい、ありがとうございます。清水博人選手にしっかりとお話伺ってまいりました。この日はファンにとって清水選手とレース以外で間近に接することができる貴重な日。防府市長と一緒に餅巻きも行いました。練習も見てたんですけど、はい、あのすごい坂道をこう細いタイヤで、ね、そうですね、グワッて走ってて、はい、すごい速度で走るじゃないですか、はい、怖くないですか。あ、最初怖かったですけど。あ、怖いんだ。最初は転んだことありますか。あ、あります、はい。絶対無理、そんな怖くてできないよ。最高速度時速70キロにも達する競輪。そのスピードでもコーナーを回れるように設置されているこの傾斜、バンクを間近で見てみると、そのままそのまま、あ、すごいすごい、やば、やば、怖っ。これどうやって走れるんですか。ちょっとこれやばいのかもしれないです。ちょっと待って、ちょっとこれは無理だよ。無理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 。いや、やばくね、この角度。崖ですよこれ。でも足がヘチマみたいですね。ヘチマ。すごい筋肉が。そうですね、競輪選手になったら。え、何年目ですか。選手になっては10年目ですかね。でもその前からもう小学生の時から自転車自体は、うん、自転車競技自体をやってたんで、うん、歴は長いですかね。清水選手のその貴重な小学生時代の映像を入手。それがこちら。勝間小5年、清水博人です。かっこいいな。自転車の競技に入ったいきさつ、このあたりを聞いてみましょう。まず清水くん、どうでしょうか、そのあたりは。きっかけは友達に誘われてやったんだけど、うん、やってみて面白かったから続けました、うんうん、やってみて面白い。面白いなと思うところは清水くん特にどの辺かな。タイムトライアルで漕ぐときは苦しいんだけど、うん、その後の結果が、うん、いい結果がどんどんどん伸びてくると、やったって感じ、はい、これからの目標、自分の夢みたいなもの。国体に出て優勝することです。優勝。その後清水選手はインターハイを制しプロの世界へ。9年前のデビュー戦を初優勝で飾ります。競輪のコースをバイクで。清水選手がバイクを走らせるわけとは。時速70キロに達する競輪、時にはこんな練習も。
の練習になりますか？バイク風よけになるんで、まあ、自分の普段出さないスピードをバイクの後ろについて出すっていう感じですかね。清水選手も運転するんですね。します、はい、代わり番号です。あ、なるほど、はい。今シーズンはどういうシーズンだったかとか。まあ、こうやってまた年末のグランプリ乗れるんで、1年トータルすると充実した1年ではありましたけど、このだって次の大会に選ばれるのすら難しいんですよね、本当だって。そうです、はい、割と結構大変ってさっき聞きましたよ。いや割といや難しいとは思いますね。難しい、はい、結構選抜みたいな感じ。そう、経理選手が、ね、目指してる、全経理選手が目指してるとこなんで、すごい。9人しか最後出れないですし、およそ2200人いる競輪選手の中からその年の真の王者を決定する競輪グランプリ。清水選手は今年2年ぶり5度目の出場へ。一昨年のグランプリでは2、3番手、そして8番手から9番の清水が動いていく。2番車の軍司は内かぶりですが、4番故障が仕掛けて、その後に9番清水が乗っていくも、宿口バンテマークに3コーラー、宿口平原の埼玉勢に4番故障がまくって、9番清水、3番平原、平原が清水を止めて高位置確保だ。平原2番手上がってますが、突き放した故障優作だ。直線コース、故障優作ゴールイ。大得意の静岡バンクで右手が上がった故障優作。清水が乗ったんですが、清水を平原がどかして、軍事ラインは佐藤がなんとか切り込んでいったんですが、よいしょ、後方に置かれちゃった。まあそうですね、もっとついていけたらよかったんですけど、3コーナーもう登れなかったですね。まあやり直しですね。はい、よいしょ。次の競輪グランプリの抱負というか意気込みを、はい、選手としてはやっぱその今回あるグランプリ取って、まあ賞金王になることが目標ですね。賞金王、競輪グランプリで優勝、あ、優勝したら金持ちになるで、ね、したらなるんですよね、はい、1回のその優勝でおいくら万円ぐらいもらえるんですか？今年多分1億3000万ぐらい、そう、1回5回1回、はい、頑張ってください。絶対お金持ちになってください、はい、清水選手が出場する競輪グランプリは今月30日、若手の頂点を決めるヤンググランプリが28日に、ガールズ競輪の頂上決戦ガールズグランプリが29日に開催されます。そちらもお見逃しなく。幸せます。はい、元気もらいました。すいません。美味しいご飯屋さん、具体的にこことかあったりします。現状下ったところにおこいさんっていう中華料理屋があるんですけど、辛いの好きなら、辛いの好きです。ヤング丼っていう辛い丼ぶりと。次回、清水選手一押しの地元グルメ、そして競輪の魅力をたっぷりお伝えします。